キノコのような生き物がヒトデを見て逃げます。体をひねりながら泳ぎます。周りにいた魚も驚き、通りすがりのカニまでびっくりします。このぷっくりとした可愛い生き物は海の花と呼ばれるイソギンチャクです。イソギンチャクは通常海底にくっついており、近づいてくる魚を触手で攻撃し捕まえて食べる肉食動物です。このためほとんどの人はイソギンチャクは動けないものだと考えますが、このように体をくねらせて泳ぐこともできるといいます。先ほどご覧になった通り、天敵はヒトデで、毒のある数十本の触手を持っていますが、ヒトデには効かないほど毒は弱いそうです。もちろん猛毒を持つイソギンチャクもいて、これを利用する生き物もいます。ボクサークラブと呼ばれるこの小さなカニは、毒性を持つイソギンチャクを手に持ち自己防衛すると言います。どのイソギンチャクが強い毒を持っているのかわからないので、むやみに触るのはやめましょう。